チャオ、あちゃんです。今日9月1日、土曜日、あちゃん家の朝ごはん。上まだ寝てんねんけどね、下とあちゃんと一緒に朝ごはん食べます。で、今朝ドラ見終わったとこ、で、食べましょう。チコちゃん録画してね。ということでね、今日はね、もう鉄板のあちゃんちの朝ごはん、食べたい大きさに切ります。コークが日に日にね減っていくね。子供が美味しいから、オーブントースターで勝手に家で食べてんで、いいよっつってお得よかったやろがいっぱいあるから食べーって言ってね。オーブントースターで焼くもんやから油がね、ヒート缶の上に落ちて、パンとかやったらすごい煙が出る。で、ここに並べていきます。好きにね、適当に並べていきましょう。コークの油がすごいよ。で、チーズのね、パーッと乗せていきましょう。食べたいだけ乗せて、はい、これでオーブンで焼きましょうやねんけども、香り付けにブラックペッパー、はい、これ焼いていきましょう。はい、焼けました。食べましょう。いただきます。では、お、間違いない。コークの香り最高やね。目がかゆいの、いつもに増し目がちっこいな。昨日からね、雨降ってんねん。別にどこも行かへんからいいねんけど、いやいや、雨はね、よかった。はい、リトルドラゴンカフェやってんね。なんだ、始めたばっかり、あっちゃんがやり進んだとこまでまだ行ってない。Thank you.
結構面白い、まったりゆったりしたゲームでね、いつものね、ドタバタバイオレンス劇場もいいけどね、こういうゆるいゲームも、見てもらっててもね、癒されるんちゃうかなと思う。お尻のとこ自分で頑張れちょっとでもね、多分子供の方がやり込むからめっちゃすごい越されん、ここ美味しいわ。そんなことに目がかゆいね。はい。ということで。たっちゃんの朝ごはんもやっと一口ぐらいで終わり、一口二口ぐらいか、もう何もないパンのとこだけやけどこうくんね、やっぱりね、中の肉汁と燻製された感がすごい美味しい、はい、ということで今日のあっちゃんちの朝ごはん、あれアレクサしよう、アレクサ明日何の日？リニアモーターカーがね、あの宮崎で友人で初めて走った日らしい、2017年もう過ぎてるもんな、あと9年で東京名古屋もう開通するの、マジか、ほんまかな、名古屋東京間あっちまに行くに何分やねんね、何分ってことね、何十分やねんね、乗ってみたいけどね、そこまであっちゃんは生きてるでしょうか、ねえ、まあね、出たら出たでリニア乗りましたっていう動画出すと思うねんけど、はい、多分最初の頃はね、もう予約とかで乗れへんとかそんな多いんちゃうかなと思うんやけど、で多分値段もえぐいこと高いんちゃうかなと思うんだけどね、この前にリニア乗る前にね、あの青の競争曲、青のシンフォニーとブルーシンフォニーと、島風近鉄のね観光特急乗りたいと思います、はい、これまたね募集します、これ近いうちにあっちゃんやろうもて、ブルーシンフォニーか島風かどっちかわからへんねんけど、近鉄特急であっちゃんと一緒に鉄道旅しませんかっていうのを昨日ちょっと考えとってん、これまた告示書もとんねんけど、ね、ブルーシンフォニーが吉野駅に昼12時半だ、昼12時に吉野駅、奈良県の吉野駅集合だ、昼12時やったらね、あっちゃんが家出るのが吉野まで、結構ね車で行ったらそこやねんけど、ぐるーって回らんなんね、だからあっちゃんも吉野まで行くのに1時間ちょいかかるから、9時何分に入れていって11時、2時間ぐらいかかるのかな、車やったら30分ぐらいやねんけどね、まあそこのとこまで行くか、
行って乗るか、そうかね、大阪、それブルーシンフォニーね。で、昼12時、だから京都とか大阪からでも、あっちゃんと同じぐらいの時間、9時、10時前ぐらいに電車乗って、11時ぐらいに着けるんで、うん、多分、ね、遠いところの人なんかでも来やすい時間になるんちゃうかなと思って、で、吉野まで来て、吉野から1時間ちょいの電車旅、あっちゃんと一緒にね、ブルーシンフォニーで電車旅して、で、安倍野に着くねん。あっちいつも病院行ってる安倍野、ね、天王寺のとこ着くんだけど、で天王寺のカフェで、まあ、1時間2時間お話しして、で、解散っていう感じのオフ会、電車に乗ったオフ会、ね、ボックス席4人席やねんけど、だから4人限定になるか、6人ね、ボックス通路2人みたいになるかもわからへんしね、まあ、人数次第やねんけど、まあ、でも4人限定、まあ、そこも抽選か先着順かみたいになるか、そうかもボックスボックスになってあっちゃん行ってなくてもとかで、よければそんな感じ、いや、そうかもうあっちに移動してもいいしね、みんながこうね、シャッフルタイムしてもいいかもわからないですね、まあ、そんなこんなで、まあまあまあいろいろと考えたりもしてんねんけどね。あと島風も、ボックスシートで4人乗りとかあるか、そうかね、座敷があんねん。そこはね、座敷はなかなか取りにくいらしいけども、それ取っていくとかいうのもありかなと思って、で島風も、10時何分に大阪、難波出発で、賢島に着くっていう便やねんけども、それをね、逆打ちしようと思って、ま、そんな早い時間じゃなくてもね、4時かなぐらいに、賢島から帰ってくるっていうパターンがあって、4時ちゃうわ、4時ぐらいか、だからそれで賢島から島風でこっち帰ってくる、大阪まで帰ってくるのに、まあ、大阪から乗って、なっちゃんも大阪から乗ってもいいし、途中ね、八木駅とかから乗ってもいいし、まあその辺ちょっとどうでもいいねんけどもね、みんなと時間を合わせてやっていって、ね、鳥羽でちょっと、鳥羽ちゃんは賢島でちょっと観光お昼食べて、で島風で帰ってくるとか、そんなもんね、面白いかなもんね。昨日ちょっとプラン考えとってね、これまたね、9月末か10月ぐらいになるかもわからんけど、また具体的になったらお話しします。そんなもん考えてね、電車って前たら、ね、移動手段っていう考え方もあんねんけど、観光特急っていうのは電車に乗って、まあ、景色見ながら、中でまあ何か食べながら、みんなでね、喋りながらで、そうやって、1時間2時間の電車旅をして、で現地に着いて現地の美味しいものを食べて、また普通違う特急とかにまた違う電車乗って帰ってくるっていうね、そういうね、同じ時間、同じ空間、同じ思い出を作るっていうのもちょっと楽しんちゃうかなと思ってね、そういうプランも考えとんだけどね、うん、また電車好きっていう人ぜひぜひ参加してもらえたらいいし、いや電車は別に興味ないねんっていう人もね、一回乗ってみるからね、電車の面白さも分かってもらえるかもわからへんしね、別に電車どうでもいいねんって、あっちゃんと話したいねんっていう人がおったらね、ある意味電車の中の2時間あっちゃんとこういうお話ができるかもわからない、はい、っていう感じでね、まあ、グループ席を確保してみんなで電車旅いかがでしょうか、面白いんちゃうかなと思うね。で面白いのがね、ボックス席4人席は、4人席は2人で取れんねんね、2人じゃ3人かおったら取れんねんね、だからもし2人参加やったら、ボックス席取ろうと思ったら2人ともう1枚架空の席を押さえて3人にしてで乗ったりするねんね、そういうプランもあったりね、プランというかやり方もあったり、結構やるのはボックス席2人シート、対面2人シートで物を荷物置いたり、足ボーンって投げ出したりするのに2つ席を1人で取る場合があるね、特急券を2枚買ってそこ取ったりって、そういう乗り方もしたりもするんだけどね、ちょっと贅沢な、そんな旅とかもね面白いね、よかったら、ね、あっちゃんと一緒に電車旅しませんか、これがね面白かったらもっともっと距離を伸ばしていってね、 JR で電車で九州行ったりとか、サンフラワーで九州行ったりとか、ね、もうちょっと余裕できてない、四季島っていうね、観光寝台特急でどっか行ったりとか、まあそれはちょっとね、まだまだ先、すごいお金が高いからね、まあ先になると思う、ね、あと全国各地にね、そんなあったり ね近鉄なんかの時々臨時電車でビアホール、ビアガーデン電車、あーちゃんのビール飲まれへんから乗られへんけど、今ね、そうもうじき出発就航するんだけども、近鉄で足湯電車があるね、足湯しながら電車乗れるっていうやつね、そんなんだ面白そうやからね、まあ、電車旅をやってみようかな。あっちゃんね、 YouTube やり始めた頃ね、電車旅賞を持って大阪行くのにわざわざね、
あのローカル線、あっちゃん時々その映ってる水色の電車、単線でね、2両編成の JR があるんだけど、それ桜井駅から乗って、ものすごい時間かけて和歌山まで行くね。で、和歌山から黒潮の特急乗って大阪まで出てきて、で、梅田で宝くじを買って普通に帰ってくるって、ものすごい無駄な旅をしたりするんだけどね。うん、3時間、4時間電車乗るんだけどね。あれは一人で行ってきて、あの頃はまだ視聴者さんもそんなにいてなかった。なっちゃん誘う人もね、電車一緒に乗ろうかって誘ってもらわなかったんやな。今やったらそういうね、電車興味ないけど、まっちゃんとそういうね、無駄に電車旅しようかっていう人おったら、よかったら参加してもらったらと思って。うん、まあそんな旅を、あっちゃんまた提供するんで、よかったら、参加してください。はい、何の話じゃ、じゃあリニアモーターかの話よね。はい、さんとでもいいや。はい、ということで今日、あちゃん9月1日この動画があるのは9月2日日曜日、はい、夏休み最後の日です。みんなね、まあね、あの他の夏休み最後というか、もう普通日曜日やからね、長い夏休み終わりね、1週間前から学校始まってる人もね、今日は日曜日なんでね、明日月曜日またね、新たな気分で9月の第1日目の学校お仕事頑張って楽しんで頑張りましょうね。はい、で言うとってもね、また4日、明日の夜ぐらいからね、台風が日本列島に近づいてます。西日本どうもね、奈良県あたりを直撃しそうやねんけども、だから奈良県を含む、近畿東海の人、そう注意してください。なんかあっちゃん聞いてんけどもね、伊勢湾台風並みの、巨大台風で、またその進路、入ってくる進路がかなり危険な進路っぽいんでね、関西の人特にで、東海の一部、三重県の人ら、東海あたりから、兵庫もう岡山あたりをかすめてね、かなり大きな台風なんでね、もう結構台風でどっち移れるか分からへんしね、うん、ねけども、どうも奈良直撃そうで、奈良県ってことは和歌山、奈良、滋賀、京都あたり縦にね、抜けていきそうなんでね、皆さん気をつけて注意して、危ないなって思う前に避難場所があったら避難してください。はい、ということでね、またね、まだ今日はあっちゃんは今土曜日やからね、まあ、全然そういう情報が分からへんねんけどもね、まだ近づいてきたそういう情報のライブしたりとか、もう、動画出したりとかするんでね、ほんまに気をつけてください。はい、ということで、あっちゃん今日はね9月1日防災の日なんでね、防災の日なんで特にね、そういうことを意識づけして、気をつけないといけないで、200何日とか台風が来る、一番危ない台風が来る時期っていうのも、まあ、ここに重なってんねんけどもね、まあ、そんなこんなで、本当に雨風気をつけてくださいね。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、コウ君のピザトーストと防災のお話と電車のお話、よかったよと思ってくれたら高評価を、あと応援コメントとかね、またそんなオフ会、こんなオフ会も面白いでっていうアイデアもあったら教えてください。で、電車旅、電車興味ないんだけど行ってみたいとか、電車興味あるから行ってみたいという人ね、またよかったら声かけてください。人数が多かったらほんまにね、早めに実現します。で、人数おらへんかって、まっちゃん一人で行ってきます。で、動画撮ってきます。はい、ではまたね、バイバイ。ということで、こんなあっちゃんねる、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日もいい日でありますように。ゆっくり休んでね。